まあ、私は横須賀という町で育ったので、まあ、要するにアメリカのベースがあるとこですよね。横須賀から早く出たいというそういう思いがあって、一つ自分の原点を見極めるという行為として写真を始めたから、だからなんかやっぱこの写真はやっぱ本当にスタートの写真なんで、やっぱすごい力入ってるよね。うん、やっぱりね、私は嫌いですよね。嫌いっていうよりも、なんだろうな、横須賀っていう町のあり方。もともとは戦前は日本海軍の軍港で、戦後はアメリカ軍の軍港でしょ。だから言ってみればこう傷だらけの町なんですよ。だから痕跡とか傷跡とか、こうまあどっちかっていうとネガティブ、普通に言うとネガティブだと思うけど、私にとってはそれがすごく美しいなと、どっかあるんですね。失われた時間も含めて、ただ現実的に今あるから、私の前にだ、そういう今ある現実として遺品たちもあるし、やっぱ時間の堆積で時間がこう溜まってる場所っていうのは写真は撮れるわけですよね。これはいつも通ってる高校時代の町の映画館。これもなくなっちゃった。撮影っていうのは行けば必ず何かあるからね、体を運んでいけばいいけど、暗室ってそうじゃない、もっと観念的で、もっと身体的で、もっとこう心理的なものが暗室だなと思ってたから、私はだから暗室に入るために写真撮ってた。でプリントすると世界が現れる。私はこれ世界と対話してるんだなという、なんか妙なこう高揚感があって、暗室素晴らしい。私の写真は横須賀にしてもアパートメントにしても、連夜の街にしても、非常にどっか社会性、テーマ的には非常に記録に近いようなテーマですよね。だからあえて私は記録はしないというんだ、これは創作である、こんな街ないよと。これは横須賀という街を借りた私の街だよということを、もう口を酸っぱくして言ってたのね。写真っていうのは場所とか時間によって見え方が全然違う。だから今日はちょっと、うん、びっくり、そういう見方したことなかったから。これは写真だけど、やっぱどっか写真じゃないんだよ、私の生き方みたいなもんだから。だからこのちっちゃい写真だけど、もう一個がなんか私が今までずっと生きてきた一つの証みたいな感じがとってもしました。この少女はね、みんなが私だってよく言う。自分で自分を撮ってる。どうしたかな。36年前だからもうおばさんになっちゃった。